どうもこんにちは、まみよしです。前回の動画で iPhone 16シリーズ全てスペックとかを徹底比較したんですけども、やっぱりスペックとかだけじゃ決められないよっていう方のために、今回は iPhone 16シリーズ欲しいのはどれ、アンケートを取ったので人気ランキングの方を紹介していきます。3494票あるのでかなり精度も高くなってます。ということで早速結果を見て、どれを選んだかの理由もコメントしてもらってるので実際に見ていきましょう。はい、まずは結果ドン。まず第4位が iPhone16 Plus。 毎年そうなんですけども、プラスシリーズに関してはあんまり人気ないですね。 9% です。やっぱり iPhone16 とスペックが変わんないっていうのと、あとは大きくてちょっと持ちづらいとか重いとか、そういった点が結構人気ないポイントになってると思います。ただバッテリー持ちもいいので、いい機種であることは変わりないです。で第3位に関しては16 Pro Max。 まあこれも大体一緒の理由ですね。でかくて重いので、まあちょっと使いづらいかなって感じる人もいるのかと思います。これが24% ですね。で第2位が iPhone16。 今回 iPhone16 シリーズに関しては無印でもキャプチャーボタン搭載したり、まあカメラも進化してたり、いろいろと進化点が多かったので、これが1位になるかなと思ったんですけども、今回 27% で第2位でした。で第1位は iPhone16 Pro。 まあこれはね、毎年一緒のランキングですね。基本的には iPhone16 Pro が 40% と、 16 Pro に関してはマイク4つに増えて、スタジオ品質でめちゃめちゃ高性能になってるのだったり、あとは 4K120 コマが撮れたり、あとはプロモーションですね。画面が 120Hz になるのでヌルヌル動くとか、あとは USB-C の速度が速かったり、そういったいいポイントがあります。まあ詳細のスペックに関しては別動画出してますので、そちらで解説してます。じゃあ実際に意見見ていきましょう。まず iPhone 16 Pro Max の黒、バッテリー持ちと大型ディスプレイに期待してます。そう、今回の16 Pro Max に関してはバッテリー持ち33時間ということでめちゃめちゃ強くなってます。iPhone 16が22時間なので、iPhone 16の 1.5倍、最強のバッテリー持ちになってます。1台しか端末持ってない人にとっては、この 6.9 インチっていう大型ディスプレイもかなり魅力的に映ると思います。続いて14を使っていて、ズーム時の動画撮影が弱いと感じたので、今回はプロにしますと。前回の iPhone 15 Pro に関しては3倍レンズだったんですけども、今回16 Pro に関しては5倍レンズがついたので、超広角から超望遠までかなり範囲が広くなれるので、これあれかな、電車をよく撮る方なのかな。まあ電車とかもね、かなり綺麗に撮影できるのかなと思います。であとは電車のこの音とかっていうのも、プロだと超高音質のマイクが使えるので、かなり高品質な映像とかも撮れると思います。続いて iPhone16 を選びました。個人的にはプロもいいなと思いましたが、16でもアクションボタンやカメラボタンなど使えるため16でいいかなと思いました。確かに今回コスパがいいのは断然16だと思います。いつもだったらカメラコントロールボタンとかっていうのはプロ限定にすることが多いんですけども、今回16にもしっかりとこのカメラボタンついてきたので、かなり今回の16はありかなと思ってます。続いて13 Pro Max を使ってます。 2,3 年いけるのではないかと思うほど使用感に不満はないです。確かにね、13シリーズってめっちゃいい機種だったんですよね。まだ買えないってことか。買うとしたらやっぱりプロマックスにすると思います。安くないから買うならば長く使えるものがいいですよね。確かにプロマックス選ぶことによってバッテリー持ちが33時間あるので、例えば3年4年使っててバッテリー劣化して 70%80% になったとしても、それでもバッテリー変える必要がないくらいバッテリーが持つので、まあ長く使っていけるっていうのはこのでかいモデルなのかなと思いました。確かにそういう選び方もありですね。結構 MAX のコメント多いですね。続いては個人的に16 Pro より断然無印16に惹かれるので16買います。あれかな、まあコスパとか、あとは空張りとかかな。 iPhone 16を選びました。今14 Pro を使っています。機種変更は考えていないんですが、カラーが綺麗で気に入りました。確かにミッキー、ダッフィー、多分女性の方だと思うんですけども、今回 iPhone 16の空張り結構ビビッドな感じで、女性人気が高そうな感じがしますね。この3色は、まあそれこそ白もそうだし、なので女性の方は結構無印選びがちな気もします。14 Pro から16 Pro へ買い替えます。正直無印と迷いましたが、 120Hz のリフレッシュレートになれると60にした時に見えない疲れを感じました。確かにこれあるんだよね。今まで60でもかなり滑らかだと思ってたんですけども、 120Hz にするとタイムラインのスクロールとかの時も文字の残像感が少ないので目にいいと思います。僕も60にすると結構目疲れがちなので、 120Hz って結構ゲームする人にしか意味ないよって言われがちなんですけども、意外とスクロールの時とかも目の疲れっていうのが軽減されるので、目疲れやすい人は結構 120Hz のプロ選んでみてもいいと思います。続いて無印、理由はコスパいいし、別にカメラにもこだわってないし、バッテリーもそこそこ使えるから。確かに、まあ、これがねかなりでかいですね。結局、まあ、この動画を見てる人はスマホ好きだったり活用してる人だと思うんですけども、一般の人だと普通に使えればいいやっていう感じだと思うので、全然16で十分だと思います。なので今回の iPhone16 別の動画で紹介してるんですけども、迷ったら16、これが今回の答えだと思います。続いて15 Pro Max だけど、その前に使
ってた13 Pro Max の方が発熱も少なくてバッテリー持ち良かったから16 Pro Max に行きたいですね。ああ、なるほど。でかい方が排熱がしやすいから発熱も少ないっていう感じなんですかね。そんなに差はないような気もするけども、ゲームをよくやる人とかは Max の方がいいかもしれないですね。ディスプレイも大きいし、ゲームしてる時ってバッテリーめちゃめちゃ使うんで、バッテリー持ちのいい Pro Max かなり良さそう。こじっちゃった。続いて、今 iPhone 14 Pro 使っていてバッテリーの減りが早いからです。どれを選ぶつもりなんだろう。多分あれかな、14 Pro から16 Pro かな。今回 Pro シリーズに関しては15 Pro から16 Pro プラス4時間になってるので、バッテリー持ちかなり良くなってます。バッテリー持たせたいんであればプロが今回おすすめですね。16 Pro ですね、 ASML 使えるのと写真綺麗に撮れるから、カメラが5倍レンズで遠く撮れるっていうのも結構いいポイントですね。であと iPhone に関してはリセールいい、例えば毎年買い替えてもメルカリとかでどうだろうな、7割ぐらい8割ぐらいいくかなの値段で売れたりするんで、まあ、意外と毎年買い替えっていうのも割とありだったりします。プロが欲しい、親しい人との時間がかけられているので、少しでもいい写真や動画、あーこれはあるね、確かにちょっとでもいい写真とか動画撮りたいっていうのはあるけども、でも一眼だとこう持っていくのが面倒だったり、あとは瞬時に撮影ができないので、意外と iPhone とか、まあ、スマホのカメラが綺麗っていうのはかなり嬉しいポイントだと思います。僕も50万ぐらいのカメラとか持ってたこともあったんですけども、結局 iPhone が手軽で、まあ、いつでも撮れるし、今はもう全部 iPhone で撮ってますね。続いて Pro Max ですね。前に Pro Max 使って、今13目印で公開してるので16 Pro Max 買います。なるほど、まあ無印使ってるんだ。ってことはでかいの初めてだから、逆にちょっと Pro Max でかすぎたなって公開しないか心配。初めて発売日に Pro 狙いですが、 Apple Store の予約競争ってどんな感じでしょうか。前回の iPhone15 の争奪戦はもう全然繋がらなくて、やっと繋がるようになったと思ったらもう当日代行終了してたみたいな感じなので、今年もやばそうですね。予約準備の動画も撮りたいですね。12無印から16 Pro です。バッテリーの劣化、個人的な外観の目新しさ、また 4,5 年使うことを考えて選びました。16 Pro だったらバッテリー持ちもいいし、外観はあれかな、新しい色買うのかな。 4,5 年使える、確かにね、あの Wi-Fi7 とかそういった通信規格とかもいろいろ新しいものを搭載してるので、今後長く使える端末ですね。今回の16は16 Pro です。現在14 Pro を使っていて、望遠レンズは引き続き使いたいからです。マックスは重くて大きいので、今回 Pro Max じゃなくて Pro にも望遠レンズ5倍搭載されたので、それかなり嬉しいですね。だから結構 Pro Max じゃなくて、去年は5倍レンズ使いたいから Pro Max を選ぶっていう人が多かったんですけども、今年は Pro で行くっていう人が結構多そうな気がします。今15 Pro を使っていて、不満なく使っている光景が16 Pro になるから欲しいです。やっぱりね、迷ったら16もしくは16 Pro がいいですね。悩むのめんどくさくて Pro Max リッチ、16 Pro の黒かな、一番無難な気が。やっぱり大画面で動画を見たいので Pro Max ですね。やっぱね、大画面っていうのはでかいですね。 iPhone16 Plus は今まで通り 6.7 インチだったのに対して、 Pro Max は 0.2 インチアップして 6.9 インチになりました。昔7インチのタブレットがあったので、本当にタブレット級の画面サイズになる感じですね。まあただ動画の比率とは違うので、実質的には違うんですけども、かなり画面サイズっていうのはでかいと思います。 Pro Max です。設定等をしっかり確認して長く使おうと思います。現在バッテリー未交換、2017年購入の X で、あ、もうあれなんだ、昔の iPhone だと X 使えないのかな。なるほど、結構1台を長く使いたいっていう人は Pro Max 選びがちな気がしますね。16 Pro Max の 1TB 2年ごとに買い替えるのが通例なので、トレードインを使うので15万円で手に入る。なるほど、結構下取り使ってる人も多いですね。下取り派とメルカリ派で結構分かれがちなんですけども、まあお得にやりたいんだったらメルカリ、ただトラブルとか、あとやるのめんどくさい、売れるまで時間かかるのがめんどくさいっていう人はトレードインがいいかなと思います。欲しいけどお金ない、高いよね最近。ゲームをよくやるのでバッテリー持ちがいいのは大きいです。もうそろそろ iPhone6S プラスから iPhone16 Pro に乗り換えようかな。10年越し、すごいな。 10S とかもあるから11年とかになるのかな、すごいね。多分感動するはず。 iPhone の用途として動画をたくさん見ますので、画面サイズが大きいのとバッテリー持ちが最強ということで16 Pro Max です。現在は12の無印64を使っていて、3年目にしてバッテリー 80% 切ったのと、ストレージ容量が 53%。 64GB でも意外と 40GB ぐらいしか使ってないんだ。なるほど、三眼カメラに憧れていますので、プラスではなくプロマックス一択です。なるほど、まあ、結構そういう見た目とかで選ぶのもあるよね。そうで、基本的にね、このバッテリー最大容量、これ iPhone の設定から最大容量みたいなところで見れるんですけども、 80% 切ったらバッテリーの買い時って言われてるので、このタイミングで買うのかなりありだと思います。まあそれこそ他の動画でも紹介してるんですけども、 iPhone12 に関しては13と比べて、まず元々のバッテリーの持ちっていうのが悪いので、プラスで最大 80% 切ってるっていうことで、かなり買い時としてはいいと思います。今は15使ってて、プロじゃなくても満足してきたから16で十分。 iPhone15、16無印かなり進化してる感じがしますね。12からプロを使っていますが、あまり使いこなせてないと思うので、次からプロでなくてもいいかな、高い買い物なので。確かにね、昔のプロは結構、まあアマチュアっていうか普通の人でも
も使いこなせたんですけども、最近のプロは本当に例えば YouTube で配信してる人とか映像を作ってる人とかも一緒か、そういう人じゃないとなかなか使いこなせない感じはありますね。 Galaxy S24 が欲しい。 Android もいいです。未だに16でもプロとの差別化のためか60なのさ、これはわかる。 60Hz なのと USB2.0 なのだけが iPhone16 のデメリットです。他はもう最高なんだけど、 16 プラス 128GB いいと思う。バッテリー持ちいいし、実用性と長めに使うには、まあバッテリーね劣化したとしても全然長く使えるだろうし、今は2頃ですが 37GB までしか使ってないので、なるほどね、まあ、128でも結構十分って人多いと思います。僕も 128GB、 いろいろとね整理して使ってるんですけども、128で今年も行こうと思ってます。 iPhone13 買うときに今回のような鮮やかなピンクを期待しててがっかりしました。13の時は結構薄めだったのかな、でも13は明記だなと思ってましたが、16細かい進歩やカラーに揺らいでます。13もう少し大事にして16が形になる子をゲットしようかな。枕撮影欲しいけど、発売日が一番お得に買えます。そう、13はねかなり明記だったと思いますね。結構ねあの iPhone とかあって安くなってきた時に買おうって思ってる方多いと思うんですけども、なんだかんだね発売日にね安くなってないんですけども定価で買ってそれを長く使った方が実質的には安く使えるので、個人的にはもう発売日に買っちゃうのがおすすめですね。 iPhone16 プラス買います。いいね16プラス。14から乗り換えでゲームのしすぎでバッテリーの減りが早くて iPhone16 プラスに変える予定です。大きな iPhone 一度も使ったことないのでゲームも大画面でしたいため Pro Max は高い。確かに大画面欲しくてそんなに性能とか必要ないよっていう人にプラスかなりぴったりな端末になってますね。ウルトラマリンの色が可愛いからと AI が使えるから、そうか、今回から無印でも Apple AI 使えるようになったから、まあ、この辺で選ぶ人も結構いるのかな。ウルトラマリンも今回の色めちゃめちゃいいよね。早く実機見てみたい。あれページ更新したらなんかよくわかんなくなっちゃった。ずっとプロ使ってきたけど今回だけは絶対プロマックス、どうせ1年で買い替えるからプロマックスを使ってみたい。おお、毎年買い替えてるあれだ。理由も書いてます。15プロでバッテリー持ちが不満だったのと外出先での動画干渉が多いので大きい画面の方が見やすいからです。やっぱあれか、外でも大画面っていうのが結構マックスユーザーに刺さる感じですね。いいですね。という感じで今回は iPhone16 シリーズ人気ランキング撮ってみました。他にもねストレージ容量ランキングとか人気カラーランキングも動画化していくので、ぜひチャンネル登録グッドボタンお願いします。以上、バイバイ。